冬の子浅間山に登ってきたよ。浅間山のすぐ東側にある小さな山、形が似てるから子浅間山。あそこに見えるのはそうだよ。ハイキング感覚で冬山を体験できるんだ。コースタイムは往復で約2時間くらいかな。見えてきたね。トレースがあるから道に迷うことはないよ。標高は低いけど山全体が火山礫でできているからほとんど木が生えてないんだね。少し登っただけでこの景色はすごいよ。天気もいいから青空に浅間山が映え映えだな。もうすぐ山頂っていうかこの広い場所が山頂なんだよ。標高は1655メートル。正面に見えるのが浅間山。かっこいいね。Thank you.